こんにちは、ピープルゲットレディの田尻です。森田です。久しぶりの古着紹介、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イベント尽くしだったからね、はい、でちょっとね、見てもらったら分かると思いますけど、画角が変わりまして、はい、この前ちょっと東京にね、買い付けに行ったんですけど、その時いろんな古着屋さんにちょっとお邪魔しまして、うん、もうかぶれてきましたね、はい、すぐ来ましたねちょっとお店を東京っぽくしようと思ってね、はいはい、こんな感じでラグを引いてねはい、一旦ストップです。こんにちは、ピープルゲットレディの田尻です。久しぶりの、古着、おすすめ商品紹介になります、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっともう見ての通り雰囲気が変わっております、はい、ちょっとカメラアングルが変わったんですけど、はい、ちょっとお店の雰囲気がね、最近模様替えしまして、はい、ちょっと東京チックな感じでね、かぶれてきてこの前ちょっと東京に行ってね、いろんなお店さん、古着屋さん覗かせてもらって、ちょっとアイディアをね、はい、こんな感じでうちも真似しようと思って、はい、はい、早速こんな感じにしちゃいましたので、はい、これからこのスタイルでね、はい、お送りしようと思います、はい、本日ね、ご紹介するのはこちらのベルギー軍の、ブラッシュカモのデニソンジャケット、はい、デニソンスモークとかね、呼ばれるものですけど、こちらが入荷してきましたので、ご紹介いたします。なかなかね、うちでも珍しいというか、多分うちに入ってきたのはね、これ2回目のような気がするんですけどね、はい、久しぶりの入荷でございます、はい、で、ね、年代が1950年代のアイテムになります。なかなか歴史ありますよ。そうですね。で、まあ元々はというかね、スタイルのオリジナルとしてはイギリス軍のものがあって、でそれをまたベルギー軍でもこう同じようなね、スタイルのものが作られてるんですけど、簡単にね、ディテールをお伝えすると、こうプルオーバータイプ、ここまでですね、結構下の方までジップが深いジップがついていて、まあここですよ、ここにこういう、これなんだろうみたいなね、布が、これちょっと開けますけど、これね、これ尻尾のようなまさに何て言うんですけど、これがビーバー、ビーバーテイルね。まあビーバーって検索したらね、俺らもさっきビーバーってどんな動物だっけと思って検索したら、まさにこれ、まさにこれやんみたいなのがね、ついてたんですけど、まあこう股の下、後ろから表に通して、まあ、ホールドさせるね、内側にスナップがあって止めれるようになってるんですけど、まあ普段使いでここを使うことはないので、はい、よかったらね、後ろ、こっちの後ろにね、仮止めしておいた方が着用はしやすいのかなと思いますけどね。で、あれですか、上着かなんかをこう固定させる、パラシュート部隊が、ね、飛行機から降りるときにこう最終的に被ってこうホールドするっていうものだと思うので、ちょっとそこの自分パラシュート飛んだことないんでちょっと実感ないんですけど、まあ、そういう時に使うものらしいですね。で、やっぱりこのジャケットの一番の魅力といえば、やっぱりもう見ての通りですけど、このブラッシュカモと呼ばれるね、ちょっとこう筆でこうバッバッとね、ブラシでこう描いたような、もうまさにその通りのね、ブラッシュカモって呼ばれるこのカモ柄がやっぱりかっこいいかなと思います。普通のカモと違います、ね、すごい、なんだろう、雰囲気あるなというか、本当にファッションアイテムとして作ったんじゃないかと思うぐらいになんかね、デザイン性のあるカモフラージュだよ ね、かっこいい。これもう本当、まずは魅力の一番はこのカモ柄なんじゃないでしょうかね、はい、で、こっちの4つポケのエポレット付きで、まあ、言ったら6号とか、まあ、カバーオールみたいな、そういったアイテムの、まあ、ベーシックなディテールは同じかなと思うんですけど、やっぱりここのプルオーバーっていうところが一番のまた可愛げがあってね、魅力なんじゃないのかなと思います。で、ジップにはね、リリジップって呼ばれる、結構これも古着好きの人は反応しちゃうね、ジッパーが使われております、はい、で、コンディションとしてはもちろん、まあ古いものなのでダメージ、汚れ、まあ汚れに関してはね、カモ柄なのでほとんどここに汚れがあるっていうのはもう目立たないんですけど、リペア跡がね、結構いっぱいあるんですよね。このいわゆるスナップが負けちゃってというか、多分スナップを使っているうちにこっちが負けてしまって外れたり、生地が破れたところをこう叩いてあってね、生地が補強してあるというか、まあ破れたところにこうね、リペア跡があります。それぐらいですよね。まあこれはあくまでも雰囲気系というか、実用として使っていくとまた同じようにスナップボタンが外れるみたいな現象も起こるかとは思いますけどね、まあ現状使う分には全く問題がないようにリペアがかけてあると、ちょっとこう締めにくいところとかはね、あるかなと思いますけどね。結構硬いので、まああまり入れてしまわない方がいいかなという感じですよね。でもこのブラッシュカモにこのゴールドの、まあ真鍮なのかな、このボタンが
なんかアクセントになってていいよね、うん、ここのだからビーバーテールの留めるところも要は3段階調整ができるんだけど、うん、それが表にこうやって、うん、出てますね、はい、6個のねスナップのボタンとして表に出てきてるので、この辺もアクセント付けになってて、まあ言えば言うほどファッションアイテムなんじゃないかなって思うぐらいのね、キッシとか、うんうん、ベンチレーションついてる、すごい。でサイドも、ここに2点、まあ3点になるのか、うん、ここに 1,2,3 点あるので自分の好みでこう内側に絞ることができます、ね、はい、機能的じゃないですか。機能的ですよ本当に。このまんま現代で作っても活用できるぐらいに、うん、なんかやっぱね人気が出るのが分かるというかね、うんうんうん、まあ、ファッションアイテムとしてこれ以上ないぐらいおしゃれなアイテムかなと思います、はいはい、で People Get Ready ではこちらを、お値段が 28,000 円プラス消費税で、うん、ご案内しようと思っていますので、なかなか入ってこない一着ですのでね、ブラッシュカモのアイテムちょっと探してたんだよねとか、このねアイテムデニソンスモーグ欲しかったという方はぜひね、People Get Ready にチェックしに来てください、うん、でサイズ的にはね、先ほど自分が試着してる写真をちょっと載せますけど、まあ L ぐらいですかね、一般的な L サイズぐらいの方がちょうどよく着てもらえると思いますので、日頃 M を選んでる人もちょっとオーバーサイズでゆったりとっていうシルエットで、まあ気持ちよくジャストサイズでは L サイズの人までが共用範囲かなというアイテムになります。はい、ぜひチェックしてください。カモ柄なんで、なんかボトムス何選んだらいいんだろうっていうところで言うと、うん、まあ今日は自分ジーンズ履いてたんでその上に着たんですけど、うん、正直言うとね、今堀ちゃんが着てるような白系のパンツの方が、うん、こう組み合わせとしてはさ、ちょっと上のアクが抜けて、うん、あーもうめちゃくちゃいいね、もう大好きもうこの感じでね、ちょっと堀ちゃん立ってみて、ちょっと皆さんに見ていただこうよ、後で着画見せたらそうもう最高よこの感じ、はい、これいいね。やっぱこの鴨柄とか、うん、オリーブドラブのこのグリーン系に白系のパンツって、うん、もうやっぱこれからの季節が春とか、うん、最高だと思いますので、自分としてはそういった、はい、濃ゆいパンツとか、うん、まあもちろんグリーン系合わせるのはちょっとやっぱミリタリーになっちゃうんで、うん、自分的には白系のパンツとかね、うん、まあ片やジーンズの色落ちしたジーンズとかでも王道のアメカジって感じがするので使いやすいんじゃないかなと思います、はい、うん、俺的にはこれが一押しですね、はい、あとで僕の写真も差し込んで、はい、堀ちゃんのコーディネートもぜひみんなチェックしてください、はい、自分はあんまりこれ知らなかったんだけど、うん、ここがね、要はプルオーバーのかぶりのタイプなんだけど、やっぱこれがめんどくさいってことで結構ここまでもうスパッと切っちゃって、うん、フルオープンの服にねリメイクしているものも結構あるらしいのよ、うん、で俺はそれ見たことないんだけど、うん、そういう意味でも個体としてはこのちゃんとプルオーバーの状態で綺麗に残ってますし、うん、ジップもね、まあ、正直70年前のものとしてはスムーズに、うん、稼働してますので、コンディションはもう全然グッドって感じよねこれね、うん、さすがリリジップって感じしますけどね割とリリジップってなんか、うん、高級ブランドとか、そう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 、うん、そんな感じ、もうちょっと上品なデザインのとかあるもんね、うん、まあこれ本当にスペシャルなアイテムだと思いますので、うん、もう本当に欲しくなってちゃんとねメルカリショップスの方にも掲載をしますのでね、はい、そちらから気になった人は、アクセスしてください、はい、それでは、今週もね動画見ていただきありがとうございました、はい。